前田公園。え、待って、これはすごいっすね。すごいんじゃなくて、いなりやるやん。ではちょっと中見ていきたいと思います。お疲れ様です。こんばんは。はい、はい、六角堂に来ております。はい、こちらの場所なんですけど、実業家の前田氏っていう方が私財、自分の財産で作った前田公園っていう場所なんですけど、すごい、この公園に前田記念館、記念堂っていうのがあって、まあ、その形が六角形なんで、まあ、六角堂って言われてるんですけど、なるほど、この場所では特定の霊が出るっていうわけじゃなくて、霊が集まる場所と言われております。以上、以上です。その続きが気になるね。なんかすごい、その六角堂って、まあ、形が六角形だから、はい、なんかオカルトとかミステリアスな話の時ってこの六角形みたいな、はい、そんなイメージある、はい、なんかわかりません。まあでもなんかその慰霊碑とかちょっとなんか神社みたいになってる人ですね、多分前田氏、うん、どうぞ。あれこれですね、前田公園。これは何、ほんまに神社っぽい、神社っぽい感じで、そういうあれなの。じゃあ一応ちょっと挨拶失礼します。何をテーマっていうか、うん、そうやな、俺でもこっちはいかんでいいと思うね。はいはい、こっちからでいいと思うよ。ちょっとだって来てみ、これ見てこっち選ぶ。信じられへん、俺の中でこれ信じられないっすね。どういうこと？え、すごっ。いや、ほんまに長いよ。前田さん太ももバリ太いっす。いや、もう前田さん太ももバリ太いじゃなくて、前田さんちょっと脳危ないっす。危なかった。いや、これはちょっと、とりあえずそっち行こう。はい。ただの公園じゃないよ、これは。なんか前田さんは神社が好きやったのかな、はい、ですかね。その井戸とか、うん、その神社みたいな感じのこの、まあ、灯籠とかがあったりとかっていうのがあるみたいですね、この公園に。まあこのことですよ、多分。これがそうやもんな、はい、これ、え、待って、これはすごいっすね。すごいんじゃなくて、いなりやるやん。お稲荷さんやん。稲荷神社っすね。どういうこと？失礼します。今あんま大きい声出さないんだけど、まあ、目の前にこのお稲荷さんがあるわけで、はい、その横にさっきディエゴがオープニングで言っていた銅像なんですよ。ってことは、こんな真横に作るっていうことは、同じ時に建てた可能性が高いよね。そうですね。何者なんやろな、前田氏。そうですね。ちょっと、撮影させてもらってるから挨拶しとこう。財布持っとくよかった。いつもお財布持ってないこと多いから。勝手に撮影させてもらってるから持ってる時ぐらいは。ちょっと、あ、鳴らしてあかんのか。ちょっとこのお稲荷さんが、はい、狐が人気出るんやけど、違うかってごめんなさい、間違えた。優しそうな顔してるなと思ったけど、めっちゃ怖い。見て、ちょっとライト照らします、ごめんなさい。しっかり見てるね、こっちを。この2匹の狐がこ
この神社しっかり守ってるわ。そうですね、もう目が違う。これこそどこに立ってても立ち向けるデーゴのカメラめっちゃ見てるな。特にこっち奈良市民ホラーチャンネル。いやこれは何ですかデーゴさん。あの初めてのパターンなんですけど、犬なんすよ守ってるのが。すごいっすね。で犬にあの飼い主の首輪がついてあって、はい、はい、すごいよ。前だったっけ。あ、愛犬やな。愛犬やったんですかね。そういうことやろな。狛犬みたいな感じで置いてるんですね。ちょっと覗きますね。あ、愛犬って書いてる。あ、すごい。愛犬トン前田愛犬と。しかもな、これちょっとカメラで映るかな、ごめんなさい失礼します。これな、この掘り方結構なんか手書きっぽいんやんか。手書きとか手彫りで本人さんが掘ったんかな、これもしかしたら。もっと綺麗に掘れるはずやのに、うん、あえて自分で書いたものを彫刻してるんかな。なんかちょっと面白さを混ぜてるというか、あれなんかな、エンタメ要素強い人やったんかな。ただこの愛犬をここにやるっていうのはちょっと斬新やな。そうっすね、多分狛犬的な、うん、そういうことやな。はい。でもしっかりこのあれか、行動っていいのかな、こういうのですか、ね、守ってくれてる犬、魂宿ってるんじゃない。これこそ今はもう立ち入り禁止になっちゃってますね。そうやな、もともとはここ入れとったんや。はい。でこの中にあのちょっと地下室みたいな。いやー、それは見たかったね。ちょっとぐるっとじゃあ見させてもらっていいですか。失礼します。だって若干やけど扉開いてんもんな。はい。いやなあ、これなあ、急にまたちょっと言わせてもらうけど、どっちかは分からへん、どっちかは分からんけど、はい、このお堂かもせんへんし、さっきの稲荷かもせんへんけど、はい、ちょっと来てるね。胸が苦しいね。ぎゅーっとなってるわ。この扉の向こう気になるな。多分心霊スポットって言って中に入った人が多いんですかね。まあそうやろな。荒らされて立ち入り禁止になっちゃったみたいな。それは仕方ないで立ち入り禁止でいいと思う。お、でもここから見えるで、ゆうごさん。ほら、お、すごっ。え、どういう状況、俺カメラ突っ込もうかな。ちょっとすごいの見つけました。ではちょっと中見ていきたいと思います。ではごめんなさい、まあ、お堂の中が階段があるんですよ。ですぐこの地下道につながるんですけど、まあ、地下道じゃなくて地下室ですね。あるのはこれだけですね。先ほど灯籠があるね。だからここは保管室、倉庫的な扱いやな。奈良市民ホラーチャンネル。いやけど中身出てよかったよ。うわ、ちょっと今気づいたっすけど、こういう感じですごい落書きとかされてる。そうやな。それで多分立ち入り禁止になった感じですね。あ、そういうことやな。若い時はな、どうしてもこういうことしがちやけど、こうやって大人になった時に悲しく感じるね。この地下室がヤバいとされているみたいな、そういう情報があったやんか。はい。それは、稲です。全然、ただの倉庫で、そういうなんか悪さをしたりしたら、うん、ここに入って閉じ込められる的な。なんかありがとうございました。そんな感じはするけどね。なんかどうもこの俺2匹のこのワンちゃんがやっぱりここをしっかり守ってくれてる気がするし、ちゃんとなんかな、動物もよく聞かないですか、犬とか猫とかでも。やっぱこの神の使いとまではいかないんですけど、まあ、神の子、神の内みたいな、はい、本当にあの小さい子供のその7歳以下が神の内って言われるのと一緒で、やっぱり見えたりとか分かるんですって。そういう意味で、僕たちも悪いことをしに来たわけじゃないですし、あくまでもここに興味があって、どんなところかなっていう、まあ、仕事をしに来てるんですよね。そういうのとか見極めて、今はもう全然
起こってはないんじゃないかっていうふうには感じるんですけど、中にはやっぱね、ここに悪さしに来る人たちがここを本当にやばいって感じたんであれば、もしかしたらこのワンちゃんであったりとか、ここを守ってるこのお稲荷さんとかが、まあ怒ってたんじゃないかなみたいな。いい場所ですよここは。もちろん僕らも警戒はされてますけどね。悪い気はしないですね僕。全然全然。なんか前田氏がほんまに好きで面白おかしく作ったというか、まあ、ふざけてるっていう意味じゃなくて、みんなに見てほしくての方で作ったんじゃないかなっていう。犬好きやったんやな。ちょっとなんかほっこりするよね。やらしめホラーチャンネル。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか？4でお願いします。はい。久しぶりにその前田公園もやっぱ含まれると思うんですけど、稲荷神社がちょっとレベル高かったですね。入りたくないなって思うようなそんな場所でした。前田公園も例いますよ。お疲れ様です。もうはい、はい、イルカイクです、はい、こちらの場所なんですけど、なんかジャンピングババアが出るとか、トランペットを吹く少年の霊が出るっていうことで有名なんですけど、それ以外に受験を苦にしてじっとした女子高生がいたりとか、釣り中に、溺れて亡くなった、まあ、男性の方がいたりとかっていう事件が実際にあった場所です。なるほど。で、まあ、イルカ池でなんでこんだけ、いろんな、まあ、こういう、まあ、事故とか事件が起きてるかというと、イルカ池もすごいでかいんですよ。なのでどの場所でっていうのは定かではないんですが、その中でもちょっと見てもらっていいですか。この赤い橋ですね。このアーケードがかかってるようなこの橋ですね。まあ、ここが、まあ、唯一その女子高生って今ディエゴさんが言ってたみたいに飛び降りがあったって言われる橋じゃないんですよね。これも実はですね、まあ、この赤いアーケードの橋、これがまあ目印で、こっちがまあイルカ池で、こっち五条川っていうのが向こうに流れてるんですね。こっち五条川なんですよ。なのでこの五条川からこのイルカ池につながるもう一つね、向こう側に橋があるんですよ。多分ね、見えないです。まあ、この奥にさっき僕行ってきたんですけど、はい、まあ、橋があって、その橋で、まあ、女子高生が、まあ、身投げをしたということなんですね。でそのまあ釣りで、まあ、ボートから転落してっていうのは多分イルカ池の話なんで、まあ、唯一場所が分かるのはまあこの辺り、はい、ただまあ向こう立ち入り禁止だったんですよ。なのでこっちの橋に来たんですけど、トランペットを吹く少年に関してはなんかトランペットの音がどっかから聞こえるなと思って池の真ん中を見たら、その池の真ん中でトランペットを吹く少年がいたとか。でジェットジジイやったっけ。ジャンピングババア。ジャンピングババア、うん、そう。このジャンピングババアっていうのもぴょん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 跳ねて、これまた池の上を渡ってるっていう、まあ、ジェットババアみたいなもんですね、はい、でジェットジジイ、はい、うん、ジェットジジイはもういつものごとくですね、猛スピードで追いかけてくるジジイですね。誰が名前つけるんですか、この人。いや、分かれへんねん。ただなんかもうそのぴょんぴょんババアじゃないとか、ジャンピングババア。ジャンピングババアとかも、もう大嘘らしいんですよ、はい、もうみんなネットにも書いてました、もう大嘘ですと、はい、ただもうずっと今なりにこの続いてるというか、その噂が。イルカ池有名なデートスポットらしいですらしいね。どこどこに行ったらそれがあるの。結構いろいろ見たんですけど、公園とかがあると思ったんですけど、ね、ほらさっき言った何、明治村やったかな、はい、はいはいはい、あそこがまあご飯屋さんがあったりとか、その明治村があったりとか、なんか博物館があったりとか、まあ、ちょっとしたこの、まあ、施設がこの並んでるというか密集してる場所があって、そこは一応まあデートスポットとか言われてるんですけど、でその先からこのイルカ池が綺麗に見えるっていう、はい、そういう場所があるみたいなんですけど、この時間も封鎖なんですよ。もう時間がもう終わっちゃってるもん。だから今はね、もう入ることができないんで、夜心霊スポットでじゃあみんなが行ってるとこってどこなんかなって考えたときに、今あそこ光見えてるでしょ、はい、あれイルカ池なんですよ。
全体的にイルカ池ってこの辺りを指すんで、まあ、この周辺を歩いたらいいのかなと。ですかね。まあ、プラスこの辺りは一応まあそういうね、身投げがあったとも言いますから。イルカ池ってなんか調べたら、うん、日本最大のなんか人工池らしいですね。歴史でも古そうですね。イルカってこういう字なん？入るしか。はい。イルカの手繰り船、もうめっちゃ古い歴史ありますね。1633年にできた用水ふんふん池で、池のふんふんふんに注ぐ五条川のふんふんは相当な急流だった。それで竿や櫓を使わずに岸と共、岸とへさきとを結びつけた縄によって従来すると珍しいふんふんの考え。まあ古いよね。ダラシメンホラーチャンネル。いやでもこういうのやったら俺ありなんじゃないかなって思ってて、まあ、あの先ほど言ってた僕が言ってる橋がその奥にあるんですけど、ここちょうどねキャンプ場あるんですよ、はい、でキャンプ場もあのこれも予約制なんで、あの今の時間も入ることができないんですけど、そこでキャンプをしてる人たちが、まあ仮にそのキャンプ場で何かがあったっていうのやったら、これもすごいね、信憑性増します、はい、ただ僕出会っちゃったんですよ、はい、その例の橋の下で、はい、今のこの時間に釣りをしている人たち、この場所って心霊スポットですかって聞きました。よく言いますね。ってことはやっぱりこの辺りでよく釣りされてるんですか。やってます。例ここでの怪奇現象とか聞かれたことありますか。一切ないです。来るだけ無駄です。ダラシメンホラーチャンネル。あの噂がだっても噂で、唯一ちゃんとした噂がその女子高生の話とその釣り人の話だと思うんですよ、はい、ってなってきたらやっぱりこの僕たちがいるこの赤い橋、まあ、唯一赤い橋って言ったらここだけなんですよ。でさっき言ってた古い橋、あっちもまあ噂によると赤い橋なんで、まあ、このどちらかがまあ唯一このイルカ池のスポットじゃないかなっていうふうに思います。まあちょっと別に定点でも多いで検証してみるか。そうですね、うん、じゃあ一旦ちょっとカメラ切り替えます。ダラシメンホラーチャンネル。はい、では一つ目の定点カメラがこっち側で、あそこにセンサーライト置いてます。二つ目の定点カメラこちらです。でセンサーライト、ここです。で2箇所で検証していきましょう。ダラシメンホラーチャンネル。この場所の恐怖レベルはどれくらいですか。ちょっと定点カメラを見れてないので何とも言えないんですけど、まあ、1でしょうね、はい、まあ、あくまでも噂やったんじゃないかなっていう。ただまあこの山のふもとなんで、まあ、浮遊霊がいてもおかしくないんじゃないですか。超怖い映像、聞くたびに内容が変わるって言われてるんですよ。普通に怖くない？ちゃんと鳥肌立つ。いや俺も鳥肌立ってる。そういう風には絶対ならないんですよ。確かにね。どういう原理が分かんないです。もうだから説明つかないですよね。
皆さんこんにちは、やかずです。全国心霊ツアースタートしました。これ何かと言いますと、全国各地の有名な心霊スポットを撮影して回る企画となります。また今までの撮影よりも少し体を張りまして、現地でのテント泊、こちらを取り入れて少しでも皆さんに見応えのある動画をお届けしようかなと思います。なのでまあおそらくですね、1年以上かかる企画じゃないかなと思っております。あと極力ですね、雪を避けて全国を回りたいので、行く順番はちょっとバラバラになるんですけども、必ず47都道府県すべて制覇します。またネットの情報だけだと少しやっぱり弱いので、皆さんのお力貸していただければなと思います。で、現在地の方なんですけども、インスタグラムのストーリーもしくはライブの方で随時更新していきますので、今の間にフォローの方だけお願いします。で、アカウント情報なんですけども概要欄の方にも載せております。もしくはインスタグラムで直接ヤーカズで検索です。ちなみに今の現在地はこちらです。では今回も最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。